素敵なゲストの方をご紹介いたしましょう。本年度の東京国際映画祭のアンバサダーとしてご協力いただきました、女優の松岡茉優さんです。拍手をお迎えください。久松フェスティバルディレクターから感謝の花束贈呈です。そのまま前向いてください。松岡さん、ここ通りでございます。ありがとうございます。皆さんも拍手を続けてくださいました。ありがとうございました。優しいお客さんでございます。はい、では松岡さん、ご挨拶お願いします。今回アンバサダーという大役を務めさせていただきました松岡茉優です。 Thank you so much for giving me this role to play as ambassador of the festival. My name is Mayu Matsuoka. レッドカーペットを最初にトップバッターとして歩かせていただいたり、海外のメディアの方にも取材していただいたり、とても充実した10日間でした。 I was the first to walk the red carpet this year.And I had interviews with the foreign press. It was a wonderful 10 days for me. 大好きな大好きな映画祭なので終わってしまうのが寂しいんですが、この最後の上映もとても盛り上がっていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。And I love this festival so much that it's sad it's ending for this year, but I think that you will truly enjoy the closing film.ありがとうございました。ありがとうございます。では松岡さん、ちょっとこちらの方へいらしてください。司会台の方へ。これを持っていくのか。そうですね、そのマイクを。あ、ごめんなさいね。あ、取れない。どうぞこちらへ。取れました。はい、さて松岡さんと、はい、あ、身軽になった。ね、身軽になった。どうしようかと思った。あなたが持ったままお話しするのかなと思って。簡単にこの東京国際映画祭を振り返っていきたいと思います。はいはい、ぜひお願いします。はい、スライドの方一番目を参りましょうか。はい、これは9月25日の記者会見でしたね。はい、そうです。プレスカンファレンス you attended。この時、うんうん、アニメの湯浅監督に、はい、どうやったらアニメに出られますかと突然会見中に聞いた。え、それこかまた湾曲して違いますよ。あのあれです。私もあのアニメーションの声優さんのお仕事をさせていただく機会があったんですが、あのなぜ声優さんではなくてわざわざ俳優を使うんですかっていう質問でした。はい、yes, I did ask Mr. Yuasa a question, but not quite like what you said. I said, why do you use an actor instead of a voice actor for your film? そしたら、そういうことではなくて、その演じるということにおいて同じだと思っているし、あとはそのパーソナルな部分、その人間的な部分で配役をしているので、特に僕はそういうことは関係ないですとおっしゃってましたね。And his answer was that it's really the acting and performance that's important and the personality of that particular person. So he doesn't divide between actors and voice actors. そして次の写真、はい、こちらでございます。 Let's look at the next one. 今回のコンペの審査員の皆さん、はい、competition jury members. 今年はフランス映画のアマンダがグランプリ、はい、グランプリでした。アマンダ、そして観客賞が坂本淳二監督、はい、そして、はい、稲垣吾郎さん主演の反省会。はい、Audience Award went to Another World。 去年の観客賞は、はい、私の初主演映画勝手に震えてろです。 And last year's Audience Award was her film Tremble All You Want。 これ観客賞取るとその後変わってきますか、いろいろと政治活動含めて。私たちの勝手に震えてろも、あの公開がこの映画祭の2ヶ月後だったんですね。なのでこう賞をいただいたということで、いろんなこうメディアの方が取材してくださったりしたおかげで、あのロングランヒットとなりました。So because we won the award, a lot of press coverage was born from that. そして次の一枚。はい。And success. ありがとうございます。レッドカーペットウォーキングはアンバサダーですので、はい、最初です。はい。アンバサダー、so you walk first. どうでした？そのお日様が照っていて、
ていうのが、私昨年は夜の、ウォーキングになりましたので、やはりその時間帯によっていろんな顔を見せてくれるんだなと思ったのがいい経験でした。 It was sunny, it was daytime. Last year, it was nighttime. So, depending on the、day, time of day, it's quite different actually. 次の一枚、はい、レイ・ファインさん、はい、今回監督として来日されていて、so, レイ・ファインさん participated as a director of the competition film. 何か話できましたか？ Did you talk to him? 一生懸命この控え室で英語を勉強しまして、5行ぐらい覚えて、会えて嬉しいとか、あなたの映画を楽しみにしてますとか、寒くないですかとか、いろいろお勉強していったんですけれども、そしたら、万引き家族、ジャパンナウでも上映していただきました、万引き家族を見たよと、素晴らしかったよって言っていただいて、今はパリで新作映画を撮ってらっしゃる是枝監督にもメールをいたしまして、監督も大変喜んでらっしゃいました。マンビキ家族は私もちょっと出てるんです。ニューサーアナウンサー役で、ちょっと出てるんです。そうなんです。 film Shoplifters as a news announcer。 さあ、そしてこちらでございます。 Next one。 もちろんゴジラチームも参加ということで、宮野さん、桜井さん、監督さんたちもね、ゴジラと一緒にウォーキングしました。私、裏でゴジラと握手をしていただいて、ツーショット写真も撮らせていただきました。 I took a picture with him too。 そして次、昨日でございます、表彰式がありました。This was yesterday, award ceremony。 いや、でもほら、このようにしてね、華やかに落としましたけども、アンバサダーとして今年はいかがでしたでしょうか？ I was an ambassador。昨年初めて出させていただいた東京国際映画祭で、今年は昨年は東京ジェムストーン賞という新設された賞をいただいて、で今年はアンバサダーとして出させていただいて、本当にたくさん素敵な経験をさせていただきましたし、今年は初めて日本の男性として村上虹郎君が東京ジェムストーン賞を取られましたので、こう男女関係なくこれから輝く原石にという賞なんだなということを改めて実感しましたし、あと桐生舞さんもね取りましたね。なのでこう、はい、私も第1回目もらった身として、賞をもっと華やかにするために頑張っていきたいなと思いましたし、あとこの10日間私はこうアンバサダーとして出させていただきながら、新作映画でありますミツバチと遠雷という映画を撮っておりました。その映画の現場でも、この映画も東京国際映画祭に来れるような作品にしようねとみんなで励まし合っております。 So last year I participated in this festival for the first time and I was able to win the Tokyo Gemstone Award and this year I'm participating as an ambassador. It was really a precious experience for me. This year Nijiro Murakami won the Gemstone and also my Kiryu won that award and I am actually shooting a film right now called Honeybee and the Distant Thunder。So I hope that film will also participate at the Tokyo International Film Festival。 なので来年も、そして再来年もまた携わっていけるようなこう映画人になっていきたいなと思っております。 And I'm hoping to become one of the film community who can participate in this festival every year。ね、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ上映の時間も近づいてまいりました、はい、クロージング作品のご紹介をお願いいたしましょう。はい、では会場の皆様、大変お待たせいたしました。第31回東京国際映画祭クロージング作品、ゴジラ星を食うもの、ぜひお楽しみください。第31回東京国際映画祭アンバサダーの松岡茉優さんでした。どうぞ拍手でお送りください。ありがとうございます。私の出た映画や、また他にも日本映画が中国の方にも楽しんでもらえるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。先日発表したミツバチと遠雷についても一言お願いします。昨日も、そして明日もミツバチと遠雷に戻りますが、私は撮影をしておりますが、本当に国際的な映画になりそうなので、ぜひ皆さん、中国の方にも見てもらえたら嬉しいと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。大家好。大家好。大家好。
ロの気持ちどうですか？あ、とてもハッピーな気持ちです。こうやってたくさんの方が来ていただいて、そして晴れましたから、ぜひあの香港の皆さんも東京国際映画祭の名前を覚えておいていただいて、また来年再来年とお越しいただけたら幸いです。ありがとうございます。香港の皆さん、メッセージ。はい、香港の皆さんこんにちは、松岡真由です。東京国際映画祭はとても温かくて優しい映画祭です。ぜひ映画好きの方もそうでない方も、日本に遊びに来た際には東京国際映画祭のことを思い出してもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。